チョロメンとはどんなタイプの男なのか。なんて言うんだろう、褒めるとすぐ調子乗っちゃう人。褒められるとすぐに調子に乗るは結構そうだと思います。チョロ人間は褒められ慣れてない人、軽く褒められたらコロっていっちゃう。チョロメンは褒められると調子に乗ってしまう。こちらの女性はバイト先でチョロメンに出会ったそうで、バイト先の店長、店長のおかげでいつも頑張れますとか、店長のおかげでいろいろお店が回ってますって言うとすっごい笑顔になって、なんか誕生日でもないのに靴もらいました。それでバイトに履いていったら、もう履いてるの嬉しいみたいな感じで言われて、なんか分かりやすいなと思って。チョロかったですね。他にも褒められるために得意分野の話をしたがるという特徴もあるようで、音楽かじってる人がすごい、もうこれ見よがしに自分の作った曲とか聞いたやつ見せてきて、褒めるしかない。で褒めて気持ちよくなってるみたいな。チョロメンは得意分野の話をよく披露する。気付けてはいるのよ。さらに使っても喋っちゃうんだ。初対面の人にも愛想いい。女の子に優しくって、先輩とかにはこうへこへこへこする感じ。友達だったら全然楽しい。場を和ませてくれて、そうそうそう、面白くしてくれるから、笑いの絶えない場にはなる。絶対こういうやつ作ってほしい。2人だけだったんだ。いいじゃん。相性いい方がいい。チョロメンは誰にでも相性がいい。続いてチョロメンに多い特徴は、DM の返信早い。めっちゃ早いです。なんかオイラインとか来るんですよ。それチョロインだ。オイラインやだ。本当に早い。それ飛んでくると思う、多分。なるほど、それはチョロメンは女性からの連絡はすぐ返す。それはでもすぐ返す。さらにメルマガをくれる。今日はどこに行ってるよとか、今日のファッションとかをメルマガみたいに送ってくれて。メルマガ頼んでないのに積極的に自分の情報を送ってくる。メルマガとか言われちゃってんだね。こちらの女性たちもチョロメンからの LINE に困ったことがあるそうで、チョロメンっていうこともめっちゃバカにしてるんだよ。終わったと思ったらなんか次どこ行くみたいな、終わらせようと思ってスタンプ送ったら、そのスタンプ可愛いねって話が新しくいいじゃん。顔面が LINE を終わらせてくれないのもチョロメンあるある。チョロメンにはビジュアルにもある特徴が。ハゲ、まあまあ、やめてよハゲ。うん、ブサイクじゃないけど全然タイプの範囲外みたいな。ブスでもないしイケメンでもない、中の上ぐらい。本当に中の中か中の上とか、共通してるんだ。本当に面白いねこれ。ニューヨークの背高い屋敷。そうそうそう。チョロメンの顔面偏差値は屋敷レベルの中の上。めちゃくちゃ悔しい。一番今ムカついてるわ、この番組始まって。続いての特徴は、運動部スポーツ系のサークルに入ってたんだろうなっていう感じ。運動神経はいいと思う、そういう人って。何が一番強くサッカー、ね、果たして関係あるか。それは野球、私も野球部だと思った。男臭いから、うん、女の子が一人ぼってきたらそれだけで湧いてそう。二大モテスポーツのサッカー部と野球部はチョロメンが潜みがち。さらにチョロメン認定されるスペックがあるようで、何が頭いい人がチョロいってイメージあります。うわ、頭いいイメージがあります。進学もいい感じ。本当にあるんだ。その未開年どれぐらいのレベルの人がやっぱ言いがちですか。明治青学が学力高い自分がかっこいいと思ってるから、とりあえず自慢げに話すし。チョロメンは中途半端に学力が高い。続いてチョロメンのファッションはどうなのか。シャツにジーンズ、シンプルな服。どうなんだろう、誰でも着そうな感じの。これ無地のトレーナーに無地のスキニーみたいな、ね、だから無難な格好。あ、黒スキニー履いてる。スティーブ・ジョブズみたいな服装。チョロメンの服装は誰でも着そうなシンプルなものが多い。ナンパとかもこういう格好がいい。一方こんなタイプも、なんか急にファッションおしゃれに始めちゃったり、急にセットアップみたいな。わかる。マジお前じゃん。チョロメンだな。チョロメンだ。須田まさきみたいなファッションをおしゃれを極めてんだけど、着る人によっては
ちょっと見かけが違っちゃう感じ。あの須田さきが着るからおしゃれなだけであって、チョロメンはおしゃれな芸能人のファッションの真似をする。この他にもチョロメンがやりがちなファッションもあるようで、すごい全身ブランドなんですけど、そのさりげなくブランドじゃなくて、なんかグッチって背中とかここに書いてあるT シャツを大体着てるって、ブランド身につけてるぜ俺みたいな。ブランドのロゴは大きければ大きいほど好き。最後に好きな女性のタイプにもある特徴があった。その時点でゲーム好き、インドアな感じとか含めて、なんかちょっといけそう、いけないのにいけそうな雰囲気。私は本田翼ちゃん。本田翼ちゃん可愛いし、それこそ女の子が本田翼ちゃん好きはすごい好印象なんだけど、男性が好きって言うと、ああ下心もあるなって思っちゃうんですよ。本田翼が好きな男性はチョロメンの可能性が高い。街行く女性たちに身の回りの地雷女について聞いてみると、ダボっとしてる感じの方が来てて、背低くてお兄ちゃん背も意外となんか派手な子よりは異体系の方が。インタビューの結果、地雷女は大きく3つのパターンに分類できた。友達とか周りにいる人で男の人にこの子は気をつけた方がいいよみたいな地雷女っているかなっていうのを聞いてるんですけど、目減らすぎてこじらせまくってるみたいな、ずっと一緒にいたい、常にもう何もかも知ってたいみたいな。だからもう面倒くさいもんね。だから携帯とかも見せてみたいな、 LINE とかも。それはね、確かにやだ。ちなみにその子は特徴とか極めポイントとか。もう涙袋ぷっくりで、あーそれ言う、それ言うわ。でそれこそ量産っぽい服。多かった一つ目はイメージも強い。俺のイメージ。ピエン系地雷女。ピエン系っていうの。シャツブラウスにスカートみたいな。ピンクとか白とかでスカート黒、はいグレーみたいな。で厚底ローファーみたいな。ああ俺は厚底ローファーね。街中いますね。下の ID がなんか小文字でなんかお休みとか。何なんそれ、何それ。知り合いにそういう人がいて、へえ。周りとか友達とかに地雷女いないか聞いてるんですけど。私ですね。やっぱ涙袋でかいなと思っとったんや。普通に歩いてて話しかけてくる男の人とかいるじゃないですか。なんかぽいよねとか、ファッションで言われることはありますけど、性格で言われるとあんまりないかもしれない。性格的な面において地雷のイメージしたと思うんですよ。あそこ僕強め、あとなんか依存しやすいタイプとか。それはお姉さんには当てはまって当てはまってますね。王道ピエン系地雷女の見極めポイントは、目元を強調したメイク、白黒ピンクなどを基調とした量産型ファッション。依存タイプが多く踏んでしまうと、その後の生活は完全にその子中心になってしまう。うちの旦那と私とその友達と、まあ他の男の人とかと飲みに行って、うちの旦那にわざわざありがとうございましたとか言わなくていいのに、なんかインスタの DM で送ったりとか、旦那のストーリーにコメントとかしてると、ちょっと違うよねそれ。なります。全女子が踏んでくれるなと願う彼氏の周りにいてほしくない系地雷女。こういう子にも特徴とかってありますか？SNS めっちゃ頑張ってる。なんか顔までは分かんない角度で自分の写真を撮る。DM 送るわこういう子から。でなんか飲んでるストーリーとかは親しい友達にあげるみたいな。わかる。あざとい親しい友達でその知らない人にはバレないように飲んでるとか遊びに行ってるのはそっちにあげて、普通のストーリーはカフェだけみたいな。あ地雷。確かにその友達の彼氏さんの仲いいグループみたいのがあって、その女の子が結構あのちょっかい出してるみたいな、ボディタッチが多かったりとか、ちょっとキャピキャピしてる感じが、ギャルとかじゃなくてなんかダボっとしてる感じの方が来てて、背低い、背低くて、お兄ちゃんみたいな。
このタイプの地雷女の見極めポイントは、男女グループでいる時の男性への対応やボディタッチ、 SNS の親しい友達機能を多用したり、妹キャラを押し出している子は注意が必要。インタビューする中で女性たちが口を揃えて最も厄介だという地雷女が、なんか茶系の意外となんか派手な子よりはなんか大人そうの、あ、そう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 、でも男はそんな嫌いじゃないですよ。なるほど、男が好きなんですよ。意外とさ、清楚系に見えて遊んでる子の方が多い気がする。みんな言うけど、こういう感じじゃなくて、確かにああいう子、硬いの意外と。服もわかります。なんか男の子が好きそうな感じ。ちょっとフリフリみたいなベージュ。完全擬態型。ベージュ系地雷女。あー、このちょっと服装やメイクの雰囲気では判断が難しい。そうなんだ。実は一番踏みがちなパターン。マジ踏むな。実際に友達にいるというこちらの女性。友達としては本当にノリも良くて楽しい子なんですけど、異性のいる場でチェルミコやもん、他の友達を下げるような言い方をして、なんだろう、自分を上げたいみたいな、で周りを下げたいみたいな、マウント取るみたいな、でなんか明らかに酔ってもないのに酔っちゃったみたいな、かわいこぶってちょっと男の子アプローチしただけなのに、私あのなんとかに襲われたみたいな。うわー、地雷地雷、うわ、おるな。でもそんな露出も激しいわけでもなく、ベージュ系黒系みたいな、はにゃとかそういう系のことはよく言います。 YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただきます。動画の続きはここをクリック。